コンできない男が車をどんどん増車してうるせえ、まあ、前期のアルテッツァ、はい、実はヒロさん僕ねアルテッツァ買うの2回目なんですよ。車の話坂戸店のコーナーです。始まりましたヒロキさん。やってまりました、はいはい、というわけでね本日の動画はですねヒロキさん、はいはい、懲りずに車を私また買いまして、またあなたベンツも買ってたじゃん。はい、去年買いましたけど。あれどうしたの。はい、まだ持ってます。こうやってですね、はい、あの結婚できない男が車をどんどん増車してうるせえうるせえよなるんですけど、はい、はい、何台持ちよ。3台持ちになります。そうだね、はい、S2000 とアルテッツァと A45 で、はい、全部2リッターと。なるほどね。いうことで、はいはい、なかなか自動車税で苦しむ時期がやってまいりましたけれどもね。まあでも買ってるんだからしょうがないですよね。しょうがないですね、はいはい、持っていればもう払わないといけないですから、はい、税金をちゃんと払いますと、はい、というわけで、はい、いうことで、まあひょんなことからですね、ひょんなことから、まあ、私の友人が手放したいと、はいうことで、そこに寄ってたかって俺に売れと、まあそういうことですね、買わしてくれと、あいうことで、まあ、買ったわけなんですけど、まあ、はいはい、前オーナーが実はもう8年とか9年とか乗ってたけどまで、ワンオーナーワンオーナーじゃないんですけど、あ違う、はい、まあ、でもこの車自体はもう全塗装とかももう一回し直したりとか、結構いろいろね、あのいじってあるところも多かったんで、綺麗ですね、はい、まあ、ちょっとね、あのサーキットも含めていろいろ考えていきたいなっていう、まあ、ベースで買ってきました。サーキット考えるベースじゃいっぱいあるじゃない。 A45 もそうだし、これもそうだし、全部サーキットじゃない。 S2000 はもったいないんで、もうサーキット走らせないことにしましょう。じゃあ俺が走るから。え俺が走る。ダメです、ダメです。壊れるからそろそろもダメです。そうやってね、買うだけ買って何も使わないでしょ。もったいないですから車はね。皆さん買ったらちゃんと乗るんですよ。はい、あの、まあ、前期のアルテッツァ買ってきました、はい、あのアルテッツァってエンジンが2種類あるんですよ、はい。1個が直四の 3S、うん、あ有名だね、はい、有名ですね、うんうん、アルテッツァでも NA しかないんですよ。あ、まあ、限定車で 280T っていうのがあったんですけど、うんうん、基本的には 3S の NA と、うんうん、あとは 1G っていう6発の NA が存在してて、はいはい、まあ、こっちは 3S の、あの、まあ、RS200 っていうやつです、馬力が違う、はい、馬力が違います。あ、そうだ、 3S の方が馬力が出て200馬力、まあ、カタログ上ですけどね。え、なるほどなるほど。でも当時の車だと200って言っても200以上あるでしょ。いや逆です。あ、逆なの。あのパワーねえパワーねえっていう昔散々言われてた車だったんで。あ、そうなのね、はい、いいじゃないですか。でもね、86の再来なんかね、あの当時は言われてましたけれども、はいはいはい、はい、あの、まあ、ボディが結構重くて。そうだよね、パッと見大きいもんね、はい、まあ、セダンなんでね、なんでまあ意外とちょっと不評ではあったんですけど、またね最近ちょっと人気が出てきている1台と、はい、いうことで、はいはい、というわけで買ってまいりましたと。あ、これが 1J。 いえいえ、これ 3S です。 3S。 あ、本当だ、 3SG。 まあ駅マニとか、あ、職場にノーマルですよ、ね、リアピースも変わってて、はい、あと車高調も入ってて、実はデフも入ってたりとか、ラジエーターも変わってたりとか。あ、本当だ、はい、こういうラジエーターもういじるとこないじゃん。じゃあ、はい、あと、まあ前のオーナーさん、さっきとも走ってたんですけど、まあ見た目も含めてやっぱ重視してたってことで、あのアーム類も変わってて、あの構造変更も取ってるんですよ。すごい。あと綺麗、何よりも全塗装してやるだけある、はい、これね、でも19万キロなんですよ。あ、結構乗ってるね。じゃあだけどなんかそんなにこうやれてる感じがあんまりしないというか、ないですね、はい、いいじゃないですか。タイベルもクラッチも変えたことあるし、はい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 、まあ、非常にいいなと。おお、はい、なるほど。あとはね、アルテッツァって結構、加速がね、あの微妙だって言うんですけど、はいはいはい、前期だとファイナル 4.1 なんですけど、はい、これはデフも変わってて、その時にファイナルも変わって 4.3 になったってことらしいです。おお、もうまだね、もう前のオーナーのそのまんまです。これは前のオーナーの匂いが残ってる感じですね、はい。ああ、この匂いでもあれだね、昔の車、はい、全部この匂いじゃない。そしてこのトヨタの音ね。そうね、確かに MRS と同じ音ですよ、はい。面白いね、うん。あとはクイックシフトがついてて結構ね、かっちりしてるんですよ。あ、本当だ。あ、それでスピンターなんですよ、それち。なんかクイックシフトで何が変わるの。まあ結構ね、ふにゃふにゃなんですよ、もともとアルテッツァって、うん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 、ふにゃふにゃで斜めに生えてるんですけど、うん、まあ、これはあのね、割とそのしっかりとかっちりする、本当だ、なんかちょっとレーシーな感じにはなりますね。確かに結構あれなんだ、近いんだね、サイドブレーキと。なんか今普通に爪がスピンターノブついてると、ちょっと多分長くなっちゃってるんで当たっちゃうんですよね、横は。そういうこと。あ、すごいね。はあ、いいじゃないですか。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、行きましょう、はい、はい。ステアリング軽いね、なんか、うん。おー、なんか軽快じゃん、思ったより。まあやっぱファイナルが変わってるんで、ちょっとね、あの特に低速側の加速はいい感じですね。
アルテッツァってギア比がちょっと変なんですよ。お2、3がちょっと変に離れてて。ああ、そういうことね、はい、ミニサーキット勢にはなかなかちょっとなんだこれみたいになるんですけど、全塗装までしたのに行っちゃったわけですね、前のオーナー。実はヒロさん、僕ねアルテッツァ買うの2回目なんですよ。ああ、そうなの、はい、昔はねアルテッツァの後期に乗ってて、まあまあ、もちろん見た目も違いますし、うんうん、これ後期、これは前期です。あ、これ前期や、はい、なるほどね。あとは、まあ、メーターのデザイン、内装も違いますし、うんうん、あとはね、駆動系でいうとデフの、まあ、さっきのファイナルの話しましたけど、ミッションのファイナルが 4.1 から 4.3 になったっていう違いは大きく言うとありますね。もう 4.3 なんだ、はい、そうですね。まあ、あとはライトがハロゲンから HID とかね、そういうのもありますけど、あ、まあね、後期型は今ね部品全部高いんですよ。へえ、はい、部品自体は別に廃盤なわけじゃないでしょ。まあそうですね、比較的まだ出る方ではありますけど、まあ、何よりもねアルテッツァやっぱエンジンが丈夫ですね、 3S とかね。そう、はい、3S と 1G、はい、1G ってどのエンジン、昔のそのカックンカックンしたソアラとか、ああいう時代にも積んでたエンジンですね。直六の NA なんですよ。何リッター？2リッターです。あ、直六で、はい、直六で、そうなんです。これは、これは 3S の2リッター NA です。直四です。そうだよね、はい、直六で2リッターか。珍しいね。はい、というわけでね、ひろしさん、風が強くなってきました。寒い。アルテッツァの試乗終わりましたけれども、はい、いかがでしたか。いや、なんかいいですね、この年式の車はめちゃくちゃ乗りやすくて、ね、なんかいいですね。そう、なんかついついこうヒューズを抜いて ABS を切りたくなるような車でしたね。なんか FR で、うん、6速でなかなかないですよ。今でも100万円以下で手に入るし。ああ、確かに確かに、はい、ないね。おすすめ、綺麗だしね。あ、この答えそうですね、全塗装されて。ぜひ気になった皆さん、ぜひアヘッドモーターサービスに来るとですね、山中さんがアルテッツァをこう売ってくれるということなので、ぜひ皆さん、ね、俺これ売らないといけないの？違うの、買ったばっかなのに。だってここ車紹介のコーナーじゃない。車紹介のコーナーですけど、はい、たらたら僕が車を買ったっていう動画をですね、本日はお送りさせていただきました。山中さんの、アルテッツァ自慢のコーナー、ありがとうございました、はい、ぜひね、アルテッツァね仕入れていきたいと思ってますので、ぜひアルテッツァにご興味のある方ね、お待ちしております。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。お知らせがあります。この度、アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中で、モータースポーツいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんか、ということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部も、ね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘ、ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。